どうもメタルでございます。辺境変人恋愛論の続きをやってまいりたいと思います。さあいよいよ最後の運命の日。さて今のところ鈴森さんルート行っても悪いようになる気はしないが、まだわからんからな。最後の最後に落とし穴がある可能性もあるからな。ロマンチックな恋をしてみたいというのが悪い方向へ作用するのかどうかだね。ではやっていこう。ヒイラギ君お待たせしました。そんなに待ってねえよ。部活お疲れ。はい。ヒイラギ君ぶっきらぼうだけど優しい。サトシみたいです。あ、本題、私が望むお付き合いの形。それが問題なんだ。大丈夫だろうな。話しますね。本当に悪いようになる気はしないんだよな。なんかすげえいい子な気がしてさ、欠点あんまないようなイメージがあって。ああ聞く。さて、私ヒイラギ君に私が選ばれた直後は正直迷ってたんです。私とてもわがままだから辞退した方がいいんじゃないかって。けど実際に話してみて、お試しで付き合ってみて、ヒイラギ君が思ってた以上に素敵で、それに周りを気にしなくていいって、自分を貫いてもいいんだって言ってもらえて、だから私自分を貫きます。女の子はみんな、もちろん私だって、少女漫画の主人公。素敵でドラマチックな恋を全力で現実のものにしてみせます。それはさ、悪いことではないと思うんだよね俺。協力してくださいヒイラギ君。それが私の望むお付き合いの形です。だからどうすればいいんだ、どうすればいいんだ。話が見えねえよな。それってつまりどういうことだ。私のサトシになってください。私はミキになりますから。どういうことだ、つまりどういうことだ。ミキとサトシ二人と全く同じ人生を歩むんです。まず高校3年になる前に喧嘩をして少し離れましょう。その喧嘩中の間、つまり高校3年の間、私はサトシの恋敵であるユータに言い寄られる1年を過ごします。その間ヒイラギ君は私への愛とユータへの嫉妬を抱いてモヤモヤしててください。え？ちょっと待って、え？お前、あ、ユータ役は六六にお願いするつもりです。え？ちょ、待て、おかしいおかしいおかしい。なぜそうなっていくんだ、おい。高校1年の頃、ミキはユータに憧れていましたから。あ、なるほどね。過去六六に憧れていた過去があるから、あの、条件にぴったりって言いたいのか。いや、え？要するに、俺と星がお前を取り合う芝居をしてればいいわけ。芝居じゃありません。本気で取り合ってください。本気でサトシとユータになってください。それで私は二人の間で揺れ動き、大学生活4年が終わった後の卒業式でサトシを、ヒイラギ君を選びます。一緒に映画見ましたよね。あれと一字一句違わないセリフで私を抱きしめてください。そこでようやく二人は結ばれてハッピーエンドです。おい、あ、高校3年の修学旅行中にミキが不良軍団に誘拐されたりしますけど、それもちゃんとやりましょうね。おいおいおい、プチ喧嘩中なのにしっかり助けに来てくれるサトシ、外せないドキドキイベントですから。お前は何を言ってるんだなあ。お前、そうそう、六六にも本気でミキを、つまり私を好きになるようヒイラギ君から言ってください。でないと私の恋愛論が貫けませんから。今回ばかりはそのエヘヘを可愛いと思えないぞ。おい、実はヒイラギ君を気にするようになった理由、外見の他にもう一つあって、お前私を振ったロクロ君の好きとか言うほどの大親友を奪ってやりたいって思いがそれなんです。え、私別にナルシストじゃないんですけどね。おいおい、そ言葉を失っているぞ俺は。そんなお前歪んだ裏の感情があったのか。一般的な美的感覚は持ってるから、自分の容姿に自信があるんですよ。だから振られた時素直にプライドが傷ついて、
なんとか六六くんを振り向かせつつ仕返ししたいって思ったんです。確かに振り向かせつつ仕返しをしているけどさ、自分を好きになるように芝居を打たせて、まあ芝居じゃなく本気で取り合ってくださいって言ってたけど、それでいてなおかつ最終的にはミヤトを取るわけだから仕返しにはなっているけど、おかしいだろお前なんか美人が過ぎるっていうのも考えもんだな。美人が過ぎるとこういう風にさ、私が振られるなんてってなるじゃん。それは気持ち悪いって思うのが一般的な感覚だと思うけどさ、わからないことはないよ。すごい容姿が優れていればさ、なぜ私が振られるんだって思うのはまあちょっと仕方ないことではあるような気はするよ。なんとなくわかるよ。そんな歪んだ感情が裏にあったのか、しまってあったのかお前、この方法なら六六くんはユータとして本気で私を好きになりますし、その上で振り返してやれて、さらに私は素敵なサトシとハッピーエンドの一石三鳥です。ヒイラギくん、私ヒイラギくんのアドバイス通りに自分を貫きたいです。私にとってのサトシとして協力してください。どうか私と大学の卒業式の日に正式な彼氏彼女になってください。お前、今までお前欠点なんてほとんど見えなかったのに、ここに来て欠点が大きく出たな。おい大きく欠点が出たぞここに来て。どうすんだどうすんだこれ、なやばいってこいつどうすんだこれ。なんかメンヘラとはちょっと違うのかなって思ってたけど、一種のメンヘラなのかもしれん。ちょっと待って、メンヘラの言葉の意味調べてくるわ。メンヘラの意味調べてきたんだけどさ、人間関係で不安に駆られやすい人、心に病を患った人みたいなそういう意味らしい。当てはまるわ。お前メンヘラだったんだな。お前メンヘラだったんだな。お前ただのロマンチストで通しておけば良いものを、お前さ付き合った後でもお前ロマンチックな何シチュエーションとか生み出そうと思えばできるじゃん。こっぱずかしいけどよ、お前が望むんなら甘い言葉だって囁いてやれるぜなあはい、行ってみるかというわけで、はぁ、あまあでも今までの中で一番マシかもしれんな。一番マシかもしれん。一番マシだけど、なんか星行きはもうなんかものすんごい苦しい思いをするぞこれなあ。わかった、俺は自分のためにもあいつのためにも彼女と楽しく過ごさなきゃダメだから、引き受けてやる。嬉しい、ありがとうございます柊木くん。ああ、これからの毎日、私はミキと同じ日々を生きられるんですね。よかったな。はい。お前これ、星行きが一番苦しいぞ。めちゃめちゃ苦しい思いをするぞ、星行きこれ。なあ、なんだこんな展開になると思ってなかった。もっとお前、いい方向へ行けたはずだろう。ここまでいい子だったら。お前こんなにいい子だったのにもっとなんかマシな方向へ行けたはずだろおい俺思ったんだけどね、ひとえにミヤトにも責任あると思うんだ。やっぱね、ミヤト本心では星行きが一番いいって思ってるわけじゃん。だから心から真剣になれてないんだよ多分。心の底からこいつと彼女になろうって本気で思えてないから、だからこういう結果になるんだと思うんだ多分。本気でいい方向へ持っていこうとしてないんだよミヤト多分。だからこういう結果になるんだと思うんだ。ひとえにミヤトにも責任があるのではないかと俺は思う。やっぱり星行きとミヤトがひっつくのが一番幸せなんだろうな。つうわけなんだけど、つまり僕はミヤトの恋敵役をやればいいのか。らしいんだけど、やれる自信がないんだが、僕でないとダメなのか。ああ、俺も星以外のやつじゃダメかって聞いた。そしたら、六六くんでないと一石三鳥にならないって。あと、美形でお金持ちだなんて恋敵にぴったりなスペックの持ち主、他にいないって。歪んでんなぁこんなに歪んでる子だったのか。ついでに、ヒイラギくんが頼むために話をするなんてことができる相手、六六くんだけでしょって。で、鈴森さん、無駄に頭が回るんだよな、こういう風に。結構成績いい方だろうな。なんか無駄に頭回るんだよな。本当に若干バカにされていないかミヤト。というか鈴森は僕とミヤトが恋敵同士になれると思っているのか。好きとか言うほどの大親友でも間に女子が入れば崩れるって考えなんじゃねえの。
もしくは六六くんへの仕返しに大親友と恋がたき関係にさせるってのも含まれるんだろう。そうか、そんなに根に持つ粘着質なアホだったとは知らなかった。本当だよ。ちょっと、粘着質すぎないかな。これがメンヘラか。なんか一種のメンヘラだよなこれ。それで宮田はその計画に乗ることにしたんだったな。大学を卒業してから楽しい日々を送るために。ああ、最終的にはお前も喜べる結果になるかなって。確かに宮田のハッピーライフが現実のものになるなら僕も喜ぶ。だが宮田、どうしようもない問題が一つある。心の底から鈴森さんを好きになれないんだろう。やっぱりか、僕は鈴森を本気で好きになるなんてできない。絶対にできない。鈴森を、というより宮田以外を好きになるのは無理だ。つまり取り合いをさせれるのはミキでなくサトシになる。もしくはユータはミキを好きなふりをしているだけで本命はサトシということになる。それでも構わないか。まあ騙せればいいんじゃねえのか。いや鈴森的にはそれはダメみてえだけど。ダメと言われても無理だ。それに僕にとっては鈴森の意見も鈴森本人もどうでもいいものでしかない。サトシを好きなユータでもいいかダメか、君の意見だけが重要だ。そりゃ鈴森に言わなきゃバレねえだろうし、お前がそれじゃねえと無理なら別にそれでも。ありがとう。よし、じゃあ僕も大学卒業まで付き合おう。ユータの役でもサトシに絡んで殴られる不良の役でも何でもな。あの星行、なんだ。大学卒業までの間にミキになりきってる鈴森の言動とか、サトシとしてそれに乗ってる俺とか見て、ミヤトを嫌いになって見限ったりしねえでくれな。するわけない。僕はこっそりサトシを好きなユータだと言っているだろう。うん。あとそれから、もし途中で鈴森が漫画ごっこや俺に飽きたら、そん時は俺、うん、なんでもね。そろそろ行くぞ。鈴森が詳しい説明するからって俺たちのことを待ってる。原作の漫画全巻2冊ずつ買ったって言ってたから、多分説明の後に渡されて今夜中に読破して予習しろとか言われるぜ。任せろ。宮田の明るい未来のためなら僕は漫画が何冊あろうと丸暗記して立派な当て馬になってやるからな。本当に一途だなお前は。自分が不幸な目にある未来が確定しているにもかかわらず、それでも宮田のために頑張ろうとしているんだ。やばいな星行、マジでいいやつだな。さあ王道少女漫画生活始まりだ。人生のお前、青春の1ページを大芝居を打つために使ってしまうんだな。大芝居を打ちながら人生を過ごそうとしている。サトシが自分の気持ちに嘘つくのやめんのはいつだろうな。めちゃめちゃ不敬、めちゃめちゃ不敬セリフ吐いていきやがった。なんだかんださ、一番面白いのは鈴森さん編だったね。鈴森さん編が一番面白いわ。さて次はハッピーエンドだ。やはりバッドエンドに終わってしまったか。やはりバッドエンドだったか。あ、夢か。なんかひどい夢見たわ。貴重な青春の1ページを大芝居を打って終わってしまう夢を見たわ。あー、そんな無理だってお前。あれだな、自分が振られたことを、自分が振られてしまったという事実が心に引っかかっていて、でそれプラスなんかドラマチックな恋をしたいというものがなんか相乗効果を生んで、なんか負の方向へ行ってしまったんだな。なんか悪い子ではないんだけどな。悪い子ではないんだけどな。無理。じゃなくて無理だろ普通に。
つうか、なんでそんな極端な結論になるんだよ。本当だよな、極端なんだよ。もう少しなんか落としどころあったじゃん。ドラマチックな恋はさ、有名な少女漫画をなぞらなくてもできたはずじゃん。つうか、普通の女子って言える範囲のやつかと思ったらとんでもねえな。とにかく無理、サトシになるとか無理だから。俺の最終的な答えは無理、ごめんなさい、お試し期間だけで終了にしてくださいで。そんな、めっちゃ焦ってる、めっちゃ焦ってる。あー、悪い子ではなかったんだけどな。うん、俺もミヤトと一緒だわ。なんか普通のいい女子かと思ってただったわ。過去形マジで。あー残念だ。つうわけでお断りさせてもらった。そうか、みんな大勝利とはいかなかったか。というかすまん、ミヤト、変な女を紹介してしまったみたいだな。一番マシだ、今までで変な女だからな。いや、そこは別にいいし、お前が全員 100% だったってのは分かってる。いつもと違う1週間ってのを過ごせて新鮮な気分にもなれたし、何より星が2人で過ごしてても全然気まずくねえ相手だって実感できたし、そんだけで無駄じゃねえ1週間だった。どうしたんだ、ミヤト。どうしてそんな突然、嬉しくてドキドキして好感度が100ずつ上がるようなことをたくさん。何挙動ってんだ、うざい。すまん。あ、つうか、そうだ、お前も一応気ぃつけろよ。何をだ。鈴森、おとなしく引き下がってはくれたけど、すげえ悔しそうな顔してたから。俺だけじゃなくてお前の方にも小せえ嫌がらせとか、しねえとは言えねえ感じ。まあまあ確かにな、星行はクラスが一緒なだけにな。まあな、今にして思えばなんか遠回しな嫌がらせとかをしてこないとも限らんようなやつではあるな。それはつまり、私のものにならないなら殺してやるタイプのヤンデレ化したということか。は？心配はいらないぞ、ミヤト。いらないが、なるべく僕のそばにいてくれ。そうすれば鈴森がミヤトを刺しに来ても必ず僕が守る。壁になって死んでも守るからな。何を言ってるんだこいつは。さすがにそこまで頭のネジのぶっ飛んだやつではないはずだけどな。そんなの完全に余計なお世話で、しかも杞憂だボケ。大体俺はお前に守られなきゃならないほど弱くねっつの。体力はお前以下かもしれねえけど、腕力は勝ってるし。だが。だがじゃねえ、うざい、だるい。いいから無意味なことで神経すり減らしてねえで普通にしてろ。そんでそのまま今まで通り俺と一緒にいろ。そういう乾いた毎日でも俺は楽しめるから。好きだ、ミヤト。うっざい、寄ってくんな、マジうっざい。面白いわ、これが一番幸せだ。やっぱりあれだ、ミヤトと星行が一緒にいるのが一番幸せだ。あ、可愛い、めっちゃ可愛くね。終わってみた結論はね、どうだろうね、人としては一番鈴森かれんが好き。人としてはね、容姿とか女の子のタイプ的には北平さんのようなタイプが一番好きかな。しかし惜しいよな。まあ、星行とくっつくのがハッピーエンドルートだからね、いい結果にならないことは分かってたけど、期待値が高かっただけにね。お前そんなやつだったのかみたいな。ちょっと惜しかったね。でも一番マシな子だったね。一番まともな子だった。でね、ちょっとエクストラっていうのを見てみようと思うんだ。エクストラっていうの、ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方はぜひチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。 PC やスマホからご視聴の方は画面のアイコンから、それ以外でご視聴の方は画面下の登録ボタンからお願いします。次の動画やおすすめ動画もぜひ見てね。それでは。